黄金州の殺人鬼は1974年から1986年までの間にカリフォルニア州で少なくとも13人の殺人、50人以上の強姦、100件以上の強盗を犯したシリアルキラーである。犯人はカリフォルニア全土で3つの連続殺人事件に関与しているとされるが、そのすべてが同一人物による犯行だと明らかになる前に、 各地のマスコミによって連続殺人事件ごとに異なるニックネームが付けられていた。カリフォルニア州サクラメント地域では犯人はイーストエリアの強換場として知られていて、コントラコスタ軍、ストックトン及びモデストにおける殺人事件の手口が共通していたことから同一犯とされていた。 南カリフォルニアにおける一連の事件の犯人はオリジナルナイトストーカーと名付けられている。また、同様の手口と状況証拠に基づいて、サクラメント地域に移動する前はバイセリアのアラシアとして強盗していたとされている。20年にも及ぶ捜査の過程で何人もの容疑者が浮上したが、DNA 型鑑定やアリバイなどにより、容疑が晴れていった。2001年、 DNA テストにより、イーストエリアのカン間とオリジナルナイトストーカーは同一人物であることが判明した。DNA 検査によりこの新事実が発見したことは、カリフォルニア州 DNA データベースを創設するきっかけともなっている。このデータベースは重罪を犯した被告人や有罪判決を受けた人物の DNA 情報を管理するもので、バージニア州のそれに次いで、 未解決事件の解決に有効なシステムと評価されるまでに至っている。2013年、犯罪をテーマとする作家であるミッシェール・マクナマラにより、カリフォルニア州全土で殺人を犯した犯人が、野放しになっているという事実を啓発するため、一連の事件の犯人はゴールデンステートキラーと名付けられる。ゴールデンステートとは、かつてゴールドラッシュに沸いたカリフォルニア州の 公式ニックネームである。2016年6月15日、連邦捜査局及び地元当局は記者会見を開き、全国規模での新たな取り組みを発表し、犯人逮捕に向けて5万ドルの検証金を設けることを発表した。2018年4月24日、当局は72歳のアメリカ海軍の元軍人で、元警察官、元トラック整備校を引退していた。 ジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロを DNA の証拠に基づいて8つの一等殺人罪の罪で起訴した。これはまた、バイセエリアのアラシアの犯罪を黄金州の殺人鬼の犯罪と結びつける初めての発表でもあった。カリフォルニア州では2017年以前の事件に関する出訴期限法により、ディアンジェロを1970年代の豪冠事件で起訴することはできず、 2018年8月23件の誘拐、誘拐の試みで起訴された。黄金州の殺人鬼による犯行現場の地図2018年4月24日、サクラメント軍保安官がカリフォルニアのオーバーン及びエクセターの元警察官である72歳のジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロを逮捕した。ディアンジェロは8つの第一級殺人の罪で起訴された。5月10日には、 サンタバーバラ軍地区検事局は4つの第1級殺人事件を追加して告発した。ディアンジェロの特定は逮捕4週間前にポールホールズ刑事が率いるチームが証拠のレイプキットから分析した DNA プロファイルを DNA 家系図サイト GD マッチにアップロードした時に始まった。このウェブサイトでは黄金州の殺人鬼の遠い園が10人から20人ほど 登録されており、そこから系図学者のバーバラ・レイ・ベンターと協力して5人の研究者チームが大きな家系図を作った。彼らはこの事件で2人の容疑者を特定し、ディアンジェロを主要な容疑者と絞り込んだ。4月18日、ディアンジェロの車のドアハンドルから DNA サンプルが密かに収集され、その後、別のサンプルがディアンジェロの家の外のゴミ箱の内容物から、 収集され、黄金州の殺人記事件に関連するサンプルと称号された。ディアンジェロの逮捕後、一部で DNA 情報など、個人を特定できる情報の二次利用の倫理性についての懸念が表明されることになった。ジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロは、1945年11月8日、ニューヨークのバースで生まれ、二人の妹と一人の弟がいる。 彼が9歳か10歳の時、7歳の妹が、西ドイツの空軍倉庫で軍人に強姦されているのを目撃したという。その際、父親に妹を助けなかったことで暴行を加えられ DV を受ける日々を送ることになる1959年から1960年の間、彼は、ランチョコードバのミルズ中学校に通い、同校の野球チームに所属していた。1961年以来、 彼は、ホルサム高校に通った。1964年9月に、米海軍に入隊し、巡洋艦アセスキャンベラとアセスピエモンテで、ベトナム戦争中に22ヶ月間従軍した。1968年8月から、ディアンジェロはロックリンのシエラ大学に進学し、1970年6月に、警察科学の準学士号を取得し卒業した。 1970年5月に彼はシエラ大学の同級生であるボニー・ジャン・コルーエルと婚約したが、後に彼女は婚約を破棄したという。捜査官によると、これは傍観中に犯人が、この野郎、ボニー、大嫌いだと言っていたとの証言と合致するとされている。1971年にはサクラメント州立大学に通い、刑事司法で学士号を取得した後に、 大学院課程を受講し、さらにバイセエリアのセコイア大学で警察の訓練を受け、ローズビル警察署で32週間の警察インターンシップを終了した。1973年5月から1976年8月まで、彼はバイセエリア近郊にある人口約1万人の町、エクセターの警察署で窃盗事件を担当していた。 1973年11月に彼はシャロン・マリー・ハドルと結婚した。ハドルは1982年に離婚専門の弁護士となり、1991年に別居するまでに二人の娘をサクラメントで産み、一人の娘をロサンゼルスで産んだ。夫の逮捕後、ハドルは離婚を申し立てた。1976年までにディアンジェロは出世し、 強盗に対する共同対処プログラムの主任になった。その後彼はオーバーンに移動するが、ハンマーと犬よけの万引きで6ヶ月の保護観察を宣告され、その10月に警察を解雇される。1980年にシトラスハイツにある家を購入し、逮捕時までそこに住んでいた。1980年代の彼の雇用歴ははっきりしていない。 1990年から彼は、セーブマートスパーマーカッツ流通センターで、トラック整備士として働き、2017年に退職した。彼は支払いをせずにガソリンスタンドを去ったために1996年に逮捕されたが、基礎は棄却された。ディアンジェロは逮捕の時に、娘と孫娘と共にシトラスハイツに住んでいた。彼の義理の兄弟は、ディアンジェロと何気ない会話の中で、 イーストエリア号カンマについて話したことがあるとされている。また、隣人はディアンジェロが大声で冒涜的な言葉をよく吐いていた報告している。また、ある隣人は自身が飼っている犬の鳴き声トラブルの中で留守番電話にディアンジェロがぶっ殺してやると脅しのメッセージを残してきたと話している。ディアンジェロは強姦や強盗の罪では時効が成立しているため、 それらの件で起訴することはできず、13件の殺人と13件の誘拐で起訴された。有罪判決を受けた場合、彼は仮釈放のない終身刑、または死刑となる。ディアンジェロは2018年8月23日にサクラメントまで移送された。当初、この裁判は10年間続き、税金からの支出は2000万ドルに上ると言われた。 2019年4月10日の後半で、検察官は死刑を休憩し、裁判官は裁判中にテレビカメラを法廷に入れることができると決定した。しかし、カリフォルニア州が死刑執行を一時的に停止している情勢と、被告、被害者、証人いずれも、高齢で裁判に早く決着をつける必要がある状況を踏まえて、検察官は終身刑を目指す方向に転換した。 司法取引の結果、ディアンジェロは53件87人の殺傷を行ったことを認め、代わりに死刑は回避されることになった。2020年8月21日、サクラメント軍最高裁判所は、ディアンジェロに仮釈放のない終身刑を言い渡した。刑の言い渡しに先立ち、ディアンジェロは、被害者への謝罪の言葉を短く述べた。ありがとうございます。